い、皆さんどうもこんにちは、ケリアスです。今回もポケットモンスターソードの方をプレイしていきたいと思っております。前回の続きからやっていこうか。はいね、アクエリアス、コップがガルル最高のシュートスタジアム、お前の最強の戦いで世界を熱狂させるんだぞ。さあ受付をしてこいよな。はーい、なんか今回のチャンピオンむちゃくちゃ強いらしいね。うん、キャーアクエリアスって、頑張れー、いいファイトを後悔するなよ。誰が勝つのかな、応援して応援して。あ、ボルガイくん、何やったっけ、ボ何やったっけ、名前忘れた。うん、ボルガイだ。うん、ボルガイくん、夢持ってそんな君に素敵なボールをあげちゃう。ボルドリームボール、眠り状態のポケモンが捕まえやすくなる。ちょっと変わったボール。ドリームボールは眠ったポケモンを捕まえやすくなる。夢のようなボールだ。ボール催眠術やあくびを使えるポケモンと試してみるボールよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボールね。はいはい、受付。アクエリアス選手、お待ちしておりました。セミファイナルトーナメントを制したあなたを、本気のジムリーダー7人が迎え撃つファイナルトーナメント、勝ち上がればいよいよチャンピオンとの試合。先週控え室に行かれますか。行きます。ではご案内いたします。おおおおお、今までの人たちが、はい、目指すのは優勝かね。ダイマックスを使わずに勝ってスパイクタウンのみんなの誇りと笑顔を取り戻したいのですよ。メズルリナ、お久しぶり。ジムチャレンジでの試すような試合とは違い、今度は真剣勝負だからね。ルリナで、キバナ、勝ち残りダンデに挑む。俺様にはそれしかない。出なければジュラルドンたちに報いることができないからな。1回戦の相手がキバナさんとは、キバナさんとはついてないな。天候をあれこれ変えられても粘っていきたい気持ちですね。さっさと終わりません。僕たちの印象を強く植え付けるだけです。ポケモントレーナーとして最後までサバイバルするため、僕はチャレンジを続ける。チャレンジをしていればいつでも輝きを放てるよ。不思議です。確かに心は少しざわついていますが、ただただ試合が待ち遠しくて。え、この人ら全員と戦うん。いやーびっくりー。コートに行かれますが、行きますよ。ちょっと待って、全員のジムリーダーと戦うの、キリー。まあ行こう。マジか、それは聞いてねえぞ、それは聞いてねえぞ。改めてナロロ、俺はチャンピオンのダンデ、分け合ってリーグ委員長の代わりをさせてもらう。ガラルのポケモントレーナーをより高みに連れていくために、何より俺のために最強のチャレンジャーを決めてくれ。さあ今ここにいる宣言するファイナルトーナメント開催だ。発音合ってたんかな。待ちなよ。あ、おばあ、おばあちゃんじゃないわ、違う違うやん、あのあいつだ、ビートだ、ビート誰だ皆さんもよろしいでしょうか。僕を覚えているでしょうか。ジムチャレンジ無念のリタイアとなったビートです。ビートだ、ローズ委員長が推薦したジムチャレンジャーだ。アクエリアス選手は朝からぬ因縁があります。ルール違反は承知です。その上でお願いします。選手生命をかけて勝負をさせてください。負けたらトレーナー引退です。うん、うん、アクエリアスが、ちょっと待って、それは聞いてねえな。なんというハプニング、ジムチャレンジャーだったビート選手の乱入だ。ビート選手について審議しております。スタジアムの皆様、テレビの前の皆様、しばらくお待ちください。むちゃくちゃなのは僕自身がよくわかっているよ。でも言わないわけにはいかないんだ、動かないわけにはいかないんだ。
あなたのせいでめちゃくちゃなんだ。オリーブさんに頼まれてローズ委員長のために願い星を集めていたのに、委員長には見捨てられるし、わけのわからないばあさんにフェアリータイプについて朝晩叩き込まれるし、ばあさん言うな、ばあさん言うな。わかりますか？ピンク色に囲まれてフェアリータイプのポケモンでクイズと勝負の毎日。ああ、こんなに暑苦しく思いを語るなんて僕のキャラじゃないのに。なんとチャンピオンが乱入を認めました。ねえ、なんで認めるの？ガラナのトレーナーを強くしたいチャンピオンの愛でしょうか、それともアクエリアス選手への試練でしょうか。いらない。僕のハートは砕けてなんかいないんだ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない、聞いてないの、うん、はい。フェアリータイプで来るのかエスパータイプで来るのか、うん、ここは相手の悪、あ、悪やめて、ちょっと待って、魔法イップめっちゃ不利じゃん、やめてよ。あーっと厳しい状況に置かれてる。無理を通したんです、僕たちは勝つしかない。勝たせないよ。まあ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 、あ、4体しか持ってねえわ。どうしようかな、効果ないよね。マジカル、マジカルサインかけるか。あ、結構いく、いや、きちょっと待って、マジで厳しい、ちょっと待って、魔法イップ倒れたらな、ちょっと厳しいかなって感じはする。回復トクトクしようかなと思ってるけど、あー、これ倒れたね、魔法イップ、ごめんね、魔法イップ、ごめんね、魔法イップ、変えてあげればよかったな、もう今さら。あ、にょんにょんにょん、ね、じゃあどれにしよう、 S バーン、いいや、S バーン結構ね、めっちゃ役に立つわ。はい、S バーン、ちょっと持ってたっけ、はい、はい、OK、 OK、 とりあえずこっち溶かして、レベルむちゃくちゃ上げてるからね、まあレベル的には問題ない、多分。エスパーの効果抜群は何、このまま戦う、とりあえず、とりあえず、やばいやばい、ちょっと待ってね、ほんと今日も持ってるからね、あ、効果抜群ねえな、もういっか、じゃあ飛ぶか、はい、じゃあもう一回火炎ボールしよう、はい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 、もう、はい。おーし！勝つ。さっきね。サーナイト一発で倒せたのはちょっとでかい。ギャロップ。あ、エスパーやん。ギャロップあれやんね。絶対ガラル地方のあれやんね。ちょっと待って。水で行くべきか、そのまま行くべきか。このままで行こうか、多分ね、エスパーのまんまだと思う。おお、綺麗だね、シールドしか出ないからね、ヤロップ、綺麗だね、めっちゃ綺麗だけど、自分ヤロップよりポニータ派かな。いやー、何このちょっと、このちょっとがいらないんだ。イラつくわね、ちょっと待って、ストップストップストップ、もう火炎ボールの無駄じゃんねえ、まあするけど、このあとちょっとがいらなかった、倒れたよねこれで、このちょっと、そう、ビリムオン入れ替えよ、もう間違えた間違えた間違えた、
エフィ行こうかな。いや、エスパーエスパーか。エスパーエスパーダメやんね。あ、シャワーズ行こうか。シャワーズと仲良かったっけ。あ、仲良くない。やべえ。58だから。はい。ふん、その余裕、勝ったと思ってるんでしょうね。余裕は持ってない。可愛かったっけ。はい、じゃあ巨大マックス獲得です。ほいへいのほい。おお、すごい可愛い。おおおおおお、なんかちょっとリズムが。大いなるピンクを見せましょう。ブリムン巨大マックスです。あ、ブリムンを巨大マックスするの。なんかこの辺だったら巨大マックスするんですけど、巨大マックスですか。形変わってる。かわいい。この子も使えばよかったな。かまえばよかったな。バーさんに叩き込まれた技、僕たちの技として使うよ。バーさん。なんだこれ。あ、いい、怖っ。やばい、とてもとても大ピンチでございます。やばい、攻撃する。たねー。倒れた。ブリムも倒れた。ブリムも。来た。オッケー。ありがとうシャワーズ。オッケー。かわいい。勝ったよ。終わった。ですが皆様にフェアリーの良さは伝えましたよ。負けた。おっと、アクエリアス選手と自慢のチームメンバーがビート選手の挑戦を跳ねのけた。おい、ビート選手。一瞬むっちゃ片言だった。悪くない試合だったぞ。引退したらもう一度デビューしろ。なんてことだ。あなたにリベンジできれば OK。 負けても引退してバーさんから逃げるはずだったのに。やっぱりあなたは迷惑だ。みんなに認められたらフェアリータイプのジムリーダーを続けないといけない。まあ僕の才能でしたらポプラさんなんかあっという間に超えますけどね。スタジアムは2人の若者を称える声でいっぱいだ。抗える、称える。うん。さてアクエリアス選手、予想外の試合のダメージを回復するため控え室に。ビート選手の乱入大変でしたね。準備が整いましたらコートにお迎えください。いよいよファイナルトーナメントです。あ、もうみんな行ってるわ。回復したいわね。はい、ではファイナルトーナメントです。一発目キワナさんらしいです。マジかよ。多分キワナさん。お待たせしました。いよいよチャンピオンカップファイナルトーナメントの始まりです。1回戦第1試合、まずはチャンピオン推薦のジムチャレンジャーアクエリアス。相手はレイジングウェイブ、水タイプの使い手ルーリナー。あれ、ちょっと待って。草持ってねえな。ちゃうやん。バオスタジアムで戦った時よりはるかに強くなっている。さすがは無敵のチャンピオン。人を見る目もチャンピオンクラス。でもね、あなたはチャンピオンではないし、なれないし。だってあなたにもダンデにも勝つのは私、ルリナだから。私はあなたを見くびらない。今度こそダイマックスで世界の果てまで流し去ります。
リーフィア入れればよかった。草タイプ持ってないんだ。終わったなこれ、やべえ。もう一番最初からやべえ。死んだな。グッサクンが死ちゃう。あれ、グショクムシャって虫なの？あ、ちょ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 、ミミなの？ちょっと待って。ソニアががっかりするけれど、あなたのチーム流し去りますね。うわぁ、6体持ってる。ストップ。グショクムシャ初めて戦うっけ？いやだ、マジだ。まあ、とりあえずレベル的には勝ってるから。メディカルサインで。おっ。ダメ！遠い！倒れない、倒れないよ。まだ倒れないよ。怖いね。当たった。ラッキーなのかな。ラッキーだ。危機回避で戻るね。そうそうそう、アズマ王。おお、ちょっと私魚無理なんだ。とりあえずマジカル社員。あー、アクアリウム来るか。アズマ王って何があれ、あれな。